南アルプス市にある市村ボディショップ。板金の世界において車の名医と呼ばれる市村悟社長です。半世紀以上前に父が立ち上げた板金塗装工場を受け継ぎ、地域密着型の自動車工場として親しまれています。へこみをただ叩いて塗った直したじゃなくて、やっぱりお客様の命を守る、そういった観点から、仕事には向かわなければいけないよっていうことはほぼ毎日言ってますね。患者を送迎する車のメンテナンスを依頼しているという常連客も、市村さんの仕事に全幅の信頼を寄せています。市村さんの仕事に対する真摯な姿勢っていうものに共感しています。車というのは本当にやっぱりとても大切なものだと思いますし、本当に全て安心して市村社長にお任せをしています。市村さんの技術力を求めて訪れる依頼者は後を絶たないそうですが、最近記憶に残る修理を経験したといいます。愛知県の同業者から連絡が入りまして、こういう車がちょっと入ってるんだけども、市村さんに見てもらいたい。それは事故で大破したスポーツカーでした。車全体がもう歪んじゃってるような状態、直す車じゃないですねっていうことは何度もお伝えしました。依頼者は全国100件以上に断られ、市村さんのもとにたどり着いたそうです。息子と同じぐらい大事で、うちは車含めて4人家族っていう感じ、19年大事にしてきたので、事故った時は家族を失うってこんな感じなのかもしれないって思うほど絶望の淵にいました。依頼者の心を汲んで修理を決意した市村さん。ただ事故で骨格部分が大きく歪んだために修理は困難を極めました。しかし困難であればあるほどこの男は燃えます。どこも直せない、直さないのであるのであれば僕が直す、市村が直す。そして依頼から10ヶ月後、自分の車がスーッと車庫から出てきた時に、夢のようというか信じられない気持ちで、もう気づいたらもう号泣してましたね。私は、僕も本当もらい泣きしちゃいました。心が震えるっていうか、よかったっていうふうに思いましたね。市村さんに会えなかったら多分手放すことになってたと思うので、私の19年分の気持ちをつないでくれたのが市村さんだと思ってます。自動車性能の進化で修理にはより高い技術が求められますが、顧客第一の精神はいつの時代も変わりません。そうですね、もちろんどこもすごいんですけども、情熱とかっていうのはやっぱり普通の人とはかけ離れてるかなって思いますんで、おだてでも何も出ないから、ね、給料上がんないよ、おだてでも頼れる自動車の名医は今日も技術と情熱で車に命を吹き込みます。